高校野球神奈川大会 KO14 三横須賀学院二回戦十一日フォ4相模原球場写真慶応で唯一の丸刈り一球琴坂境一区慶応ナイン唯一の丸刈り一球琴坂境一区内野手二年がグラウンドで輝いた昨夏甲子園 V の慶応は 横須賀学院に十4対3で7回コールド勝利。初戦を突破した、2番2塁で先発出場した酒井は、3安打2打点で勝利に大きく貢献した。2年連続の甲子園切符まであと6マるル。昨夏はアルプスから応援して注目を集めた、一級、の暑い夏が始まった。丸刈りがチャームポイントの、一級、こと井は、 初戦前日に髪を2ミリの長さにした。地元が千葉で、幼少期は仙台松戸のファン。リン、リン、としたかっこいいお兄さんたちに憧れた。甲子園の季節になると、進んで頭にバリカンを当てた。中3の夏に軟式野球部を引退後、一度髪を伸ばした時期もあったが、やっぱり落ち着くのはこのスタイル。 髪型自由な慶応では異彩を放つ。いろんな髪型の人がいて良いと話した上で、ちょっと気合い入れようかなと、今年も夏の儀式を行った。横須賀学院との初戦、2番2塁でスタメン出場した。3安打2打点1盗塁。4回には深く守っていた1塁手に対して内野安打をもぎ取るなど、 50メートル65秒の足も絡めてグラウンドを駆け回った。初戦白星にほっとしてるんですけど、内容的にはうまくいってないので、次までにレベルアップして最後までベストを尽くしたいと自身のも含めたチームに失策を反省し、改善を意気込んだ。森林隆彦監督、51、も、総攻守のポテンシャルを秘めている下級生と、能力を買っている。 チャームポイントについては、うちで唯一の存在なので、どんどん輝いてほしいと、さらなる期待を込めている。一年生の昨夏はスタンドから応援、慶応唯一の丸刈り、として注目を集めた。初ベンチ入りの時期を報道陣から聞かれ、夏にベンチで戦うのは初めてです。一年前はスタンドから戦っていました。一級。 は、純真の笑顔でそう答える。髪が伸びるよりも早く、凄まじいスピードで成長している。甲子園へ今年も戻るべく、一休みはしていられない。佐世ゆり子、堺一区、堺一級、2007年、平19、9月1日生まれ、千葉県流山市出身。小児から豊上ジュニアーズで野球を始める。 小6で千葉ロッテマリーンズジュニアに選出。中学は東京。上一式中の南式野球部でプレー。憧れの選手は安倍晋之助。174センチ、78キロ。右投げ左打ち。